はい、皆さん、こんにちは。ヨガジェネレーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。今日も体のお勉強、そして新しい、こんなメソッドもあるんだよみたいな気づきにもなったらいいのかなと思う、そんな趣旨で、こちらの方をまずはご登場いただきたいと思います。ヨガ解剖、をっ、噛んだ。ヨガ解剖学講師の内田勝典先生です。こんにちは。よろしくお願いします。噛んだけれども、そのまま GO! <laughs> はい、よろしくお願いします。 はい今日はですね、はい、そう、まあ、体のこともお聞きしたいんですが、ちら <laughs> ちら椅子おいすうわ噂のあれです。うん、うん、噂のあれについて。うん、いやたくさんやっぱお問い合わせいただけるんですよ。一体何なんだと。<laughs> なんだそのやり方はと。<laughs> <laughs> はい。あの、そうなんです。今年、まあ、夏前に初めてこうリリースさせていただいた春にですね、あのー、椅子を使ったアナトミック骨盤ヨガ。ちょっとこもずれようかな。椅子を使ったアナトミック骨盤ヨガ。チェアアナ口というメソッドをリリースして、もうすでに、えー、東京オンライン1期生、そして東京大阪現場2期生、 ね、もう終わってますよね。はい。はい、で、いよいよ来月、11月、はい、えー、確か3日からですね、3日、4日と、第3期生となるオンライン講座ですね。はい、はい。がスタート予定なんです。で、これやっぱりね、初めての試みで、 内容を普通だったら体験ワークショップとかをやって、順々順々にやるじゃないですか。うんうん、で昔一度ね、あのコロナ前にチェアを使ったチェアアナゴスの原型となるワークショップは一回やってるんですけど、まあそれってここへの布石とかまだ伏せてる状態でやってるので、そのことを覚えてる人も少ないじゃないですか。うんうん、でも今回、その初めての試みとして、まあ,あのいいメソッドだからこそというか、安易にその表層の部分だけをこう理解。 ね簡単にされたくないっていう思いがあって体験ワークショップとかをせずにまあいきなりもうぶっつけティーチャートレーニングさあのこの価値を分かってもらう人だけ来てくださいみたいなちょっと突き放したような集客方法まあ初めて取らせてもらったそうでいよいよ第3期を迎えるのでまあそろそろですねもうコアメンバーはあのオンラインと現場2つ1期生2期生5年前東京大阪ともにやってるんで,で。 あのそれなりに怖そうはもう受け切っていただけたのでまあそろそろですねまだ手穴こつを知らないとかねうん、うん、アトミック骨盤ヨガもまだ知らないけれどもチェアを使った体幹メソッドが興味あるっていう人がそろそろ来だすんじゃないかなと、うん、興味持っていただけるんじゃないかなという思いがありましてちょっと今日は非公開にしてたチェア穴コツとは何かっていうちょっと内容にもちょっとだけ触れていきたいななんていうそんな動画にしたいんですけどぶん投げていいですかあもちろん,もちろん <laughs> <laughs> はい。あのですね、まずえこの辺の話をさせてもらうと、例えば YouTube 検索で、うんうん、ストレッチってやったら一、うん、件二件じゃないくらいバワーって上がるじゃないですか。いやもう半端ないぐらいありますよね。出ますよね。うん、でその中で大きな括りをつけていくと、まあトレーナーさんがえー、提供するストレッチとか、それからまあ方々も本当にお家の中で、うん あの個人でこう上げていくストレッチとかいろいろまたあると思うんですけれども、うん、あの例えばねみさん、ヨガの先生が理、えー、喧嘩売ってるわけじゃないですよ理学療法士さんもしくは作業療法士さんよりも結果が出せるストレッチできたら、うん、結構これよくないですか。いやそれ最高じゃないですか。でしょう。何何言ってるんですか。最高じゃないですか <laughs>。喧嘩売るわけじゃないんですけどできるんですよ。 シェアガなぜならば、本当にこれはリスペクトはもちろんありますよ、理学療法士さんにも、うんまあ、もちろん新規でやってる方もいるし、作業療法士さんにも、もう尊敬はしているんだけれども、あのそ,そういった方々が対応している部分って、どこかやっぱりこう、正常方向ができないような方に対してのアプローチの方が多いじゃないですかっていう部分。うん だけど僕らが対応しているのは、一応まあ、自力歩行ができてっていう形じゃないですか、はいすかそこでアクセスするボスって、僕らの方が絶対多いわけなんですよ。確かに、うん、でそう考えたときに、今度は理学療法士さんたちが持ってる技を、あの普通の僕らのエリアに置いてきて通じるかって言ったら、意外とそれね、通じないこともあるんですよね。 ことですよおお体の知識はヨガよりもはるかに持ってる人がヨガの現場に降りてきたときになかなかまあもちろん初見ではフィットしにくい部分は確かにあるかもしれませんそうなんですねありますねあのそこはなんですん<ー>知識だけじゃない経験観ってあるでしょってことですよありますねありますね確かにそれはあると思う、うん、そこをさらに聞い取ったのがちあい馬なんですよねっていう形です <laughs> 何何うまいですね興味持つ もうちょっと踏み込んでもいいですか、その専門的なことでいうと、どういうあれなんですか、とはいはい、例えば、あのー、この辺の話ってちょっと難しいところになってくるんだけども、もう解剖学って僕、冠をつけてるけど、うん、解剖学と生理学って、もう表裏なんですよねっていう形、うん、なで、うんあので、ー、何が起きてるって言うと、ストレッチを解剖学で説明するより、うん、生理学で説明した方がよりリアルなんですよ。うん <laughs> ストレッチって何ぞやっていう話をこうしていくとねあのまず体に対してあのよく言われるのがもう何回ヨガやっても体が柔らかくならないんですとかいうがまあ起きる、まあ、何で柔らかくしたいのはちょっと1回先に置いておいてねどこに問題があるのって言ったらばストレッチのかけ方にまず問題があるよねっていうところなんですね。で正ししいストレッチチアプローチをしてくれれば それこそ本当にえもう一回言いますけど、うん、喧嘩をってるわけじゃないですよ。理学療法者とか作業療法者がやるよりも、絶対答えは出ててっていう形で、うん、僕らがやった方が伸び率しって書いてですよ。なるほど。えー、りますなるほど。ねうん、以前にもね、もちろん何回も聞いたと思うんですけど、このこのチェア語に関してはね。うん、それが、一層使うとそれができるっていうのはどういう 考え方とというかか根拠1個はまずあの椅子がないバージョンが通常のアナトミック骨盤弱っていうところになってくると、うん、ここはある程度筋力っていうものがあって、うんあのー、成り立っているものがあるんですよ。でゆえにんか必ずもう言われたのが肩甲骨って筋トレじゃないですか。 っていうも、うん、そのあについてくるのが筋トレしてると思ったらめちゃくちゃ体柔らかくなったんだけどなんでですかっていうのがセットでなるほど普通筋トレしたら体硬くなりそうですもんね。ですよね。っていう感じなんです。はい、でこれはもう生理で<理>十分説明がつきて一言で言うならば、うん、相反抑制とか相反性神経反射なんていう話になってくるんですよね、はい、っていうところです。なるほど でもう1個そこに実は入っていて、うん、PNF ストレッチって何か聞いたことないですかなんかそれ聞いたことありますねこれ医療現場でよく使う、うんまあ、いわゆるテクニカルなストレッチなんですよ、うんうん、で、えーまああのー、日本語に直すと、うん、固有受容器神経筋側痛法なんていうちょっと小難しい名前になってきた <laughs> 何っていうとまあ簡単に言っちゃえば体に ついててる危険信号を1回外してあげようねってもうちょっとわかりやすく言うとおうちのセコムを一回解除してあげたら誰でも入れるでしょっていうような形でやってあげると筋肉ってビヨーンってまあ伸びやすくなるよっていう状態。するじゃあ絶対みんなそこのセコムを切れば体のセコムさんを切れば体は柔らかくなる。 も,もちろんこれ、あの今までね、あの前屈しても、指先も、<あ>なんか指先というか、距離がありましたっていう方が、いきなり性能がつくかとかって言ったら、そんな魔法はないかもしれないけど、少なくなるからか、あ、もう,もうこれは、なる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 、あともちろん、終われば戻りますよって形だけど、その結果が出れば、成功体験で続けたくなるじゃないかっていう部分と、ストレッチしたら何がいいのさっていうところの効果、効能っていう部分で、 あのめちゃくちゃちゃやがって聞いた感があるよっていう形なんですよ、ね。<ー>もうそれのヒントはなんですか？っつったら、えー、あえて難しい言葉を言うならば、えー、ゴルジ器官とかゴルジ検装置とかそこにゴジラゴルゴルジ <laughs> ゴルジゴジラゴジラじゃないゴルジゴルジ <laughs> ゴルジ腱装置とかそういったに、うん、細胞のところにあるんですけどもそこにアプローチしてるんですよちゃやが はい、それ、はい、あの思ったより明かしてくれましたね。あですか <laughs> <laughs> なるほどいやなんかねいわゆる安全におじいちゃもおばあちゃまがいっそう一層使ったヨガをするっていうチェアヨガって一つもマーケットができてるじゃないですかいろんな方が。でこれすごくく反響も良て あの現場でおおおじちゃんおばあちゃゃんんばあが楽しくやっておられるとでこのチェアヨガと同じチェアを使うからなんかこうシニアマーケットに対しての内田先生が作ったヨガメソッドじゃないのかって勘違いしてる人が多分一定数いるんですよ。で別におじいおばあちゃんでもやったらいいんでしょうけどどっちかというとしっかりと。 椅子使ってあのー、体整えたいアライメント整えたい筋力つけたいでそれを安全にやりたいアナトミック骨盤ヨガの本ちゃんだとちょっとレベルが高すぎるから1個安全性を担保したいっていう人にめちゃくちゃいいってことですよねそうですもうあえて生理学の言葉を言うならば的確な身長反射を起こしませんかっていう形なんですね <laughs> 今日どうしちゃったんですかめっちゃなんかっ <laughs> しますすねね <laughs>、はあいいでのもしヨガの先生だとね今の僕がえ知らなかった「ゴジラ」<laughs>「ゴジル <laughs>、はい」そういう言葉も知っておられるかもしれないしそのストレッチ法とかも聞いたことあるっていう人がいるかもしれないしそのねあのよく聞いてたのがメソッドの中にベースとして入ってるっていうこれがチェア を使ったアアナトミックコツチェなんかちょっと一歩興味が深まったんじゃないかなと思いますし、いよいよ11月の3日4日にオンラインで開催が決まっております。これ全国どこからでも受けれます。家にチェアがあればそのまま参加できますのでね、よかったら概要欄に詳細書いておきますねチェックしてみてくださいということで。いやー先生、今日はなんかいっぱい。 小出しで良かったんですけど、ワッと出してくれて、僕も理解が、はい、深まりました。はい、はい、はい、はい。普段、この辺の話は、はい、あ,あの、なんかこう、はい、僕、ちょっと。チキンな部分が、で、出てしまって。こんな難しいこと言われても、分かんねえよっていうのがあって。あので、いや,い,やい,やいや、いや、いや、いや。このね、たまにね、難しい言葉って、やっぱね、必要なんですよ。あのですよかったです。あの、あえて、優しい言葉使ってるけど、この理論は、ベースは、こんなに難しいことが並んで、あの、あれが、全部ベースだよっていうところはね。 あの伝えた方がいい側面があると思いますので、あ,いいであの、はい、分かりやすかったです。はい、はいはい、それでは皆さん、また次回もお楽しみということで、内田先生、ありがとうございました。いまたそれでは皆さんまたは